後皆さんにこの3つのポーズレクチャーしたいと思います。ぜひ一緒に皆さんやってみてくださいね。じゃあ皆さん、1つ目のポーズはまずポニーの大きな耳作ってみてください。おー、みんなありがとう。はい、これが1つ目のポーズです。そして2つ目のポーズはポニーポラリスの、ポラリスは北極星として有名な星の名前なんだよね、ポニーちゃん。はい、ということで皆さん、次は星キラキラさせてみましょう。おー、バッチリです。あれが2つ目のポーズです。そして3つ目のポーズ、3つ目のポーズは皆さん可愛くピースしてみましょう。ピース、はい、いいですね、ありがとうございます。じゃあみんなどうかな、覚えたかな、ポーズ、3つのポーズ覚えた。じゃあ皆さん、最初は最初のポーズ、1つ目のポーズなんだっけ。そうです、ポニーの大きな耳作ってみてください。そして次はキラキラ星作ってみましょう。はい、これが2つ目のポーズです。そして3つ目のポーズが、皆さん可愛くピースしましょう。ピース、はい、皆さんバッチリですね。では音楽で早速踊っていきたいと思います。音楽お願いします。さあ皆さん、この辺真似して踊っていきましょう。おー、ありがとうございます。じゃあ皆さん、さっき練習したサビの部分いきますよ。最初は大きな耳、次はキラキラ、次ピンク、嬉しいね。じゃあもう一回いきますよ。ではお耳、キラキラ、ピース。このポリーのマーチも実は試合中に踊っていますので、ぜひ皆さん試合の時にね、ポリーのマーチかかったら一緒に踊ってみてください。皆さん、もう一度サビの部分いきますよ。耳、次はキラキラ、次可愛くピース、いいですね。もう一回キラキラピース。すごい、みんな上手に踊ってくれてありがとう。ここはね、ぜひ真似しながら踊ってみてください。次はリボンを作るよ、リボン。次は可愛く笑顔で踊ってみましょう。みんな上手に踊ってくれてありがとうございました。はい、みんなありがとうございました。はい、では続いてはですね、フレップポリーファイターズガールによるハイライトハイライトです。